谷口二郎は、日本の漫画家。鳥取県鳥取市出身。鳥取商業高校を卒業後に、京都の繊維会社に就職したが、漫画家を目指して1966年に上京。石川久太のアシスタントとなり、漫画の技術を学ぶ。1971年に、しゃがれた部屋でデビューする。その後、上村和夫のアシスタントを経て独立した。以後、 関川夏オラ漫画原作者と組み、青年向け漫画において、ハードボイルドや、動物もの冒険、格闘、文芸、SF と、多彩な分野の作品を手掛ける。絵は、ジャンジローやフランソワシュ一ンなどのバンドでシネの作家に、強い影響を受けており、インタビューでは、日本で一番影響を受けているんじゃないかと語っている。1991年の、犬を飼うでは、 中流家庭の日常を題材にして新境地を開き、これ以降は人と動物、人と人とのつながりをテーマにした日常的なドラマも多く手がけるようになった。歩く人や遥かな街へなどの翻訳版観光を機に2000年代からヨーロッパでの評価が高まり、フランス語圏を中心に数々の芸術系統の賞を受賞。カルティエの2007から2008年の広告を、 複数の画家と共に担当し、本国フランスのブティックではカルティエに関する漫画の入った小冊子が配布されている。ルイ・ヴィトンが刊行するトラベルブックのベニス編も担当した。2010年には、遥かな街へを原作に舞台をリヨン近郊としたフランス映画カルティエ・ロー・アントンが制作、公開された。これとは別に、 2012年公開を目標に原作の舞台となった鳥取県倉吉市をロケ地とする放映、小学館らの制作委員会方式で計画されていたが資金不足を理由として2012年夏に事実上断念している。2012年に孤独のグルメがテレビ東京でドラマ化され海外でも放映されたほか中国版も制作された。 2014年には、フランス人のニコラス・ファネとニコラス・アルベルトによるドキュメンタリー、谷口二郎の足跡歩く人が制作され、翌年第46回アングレーム国際漫画祭で公開された。2017年2月11日、多臓器不全により死去した。69歳ボーツ。2017年11月18日、イラストレーター寺田克也、バンドデシネ研究家。 翻訳家、原正虎をゲストに招き、鳥取市で、ふるさと鳥取で、谷口二郎さんを忍ぶ会が開かれた。スマートフォン向け配信アプリ、縦アニメで、孤独のグルメのアニメを2017年11月29日より、配信開始。闘病中に執筆した意向をまとめた、単行本2冊、光年の森、いざなうものが、2017年12月8日、小学館から刊行された。 谷口の雰囲気について、くすみまさゆきは、静かな感じで、谷口さんが声を荒らげたところなんて見たことないし、いつもニコニコしていてと述べている。アシスタントに対し、特に何も言わず指示や指導もしないため、谷口の絵のレベルまで仕上げるべく、アシスタントたちは、自力で努力したという。作画に関して、新作を描くたびに毎回新しい手法を取り入れていた。 通販生活で連載していた散歩ものは特注の大きい原稿用紙を使用し背景はスクリーントーンを3重に貼って描いていた。ありがとうございます。